はい、今回の動画ではですね、私が2018年の12月6日に福岡で行われたですね、神みたいなセミナーで本当に世界の頂点にね、お会いできた時の話を共有させていただきたいと思います。ここが実際にセミナーがあった場所なんですけども、福岡天神だったかな、ファビットっていうコワーキングスペースを運営されている会社さんの、コワーキングスペースの宣伝も兼ねたイベントだったみたい で、ここにですね、登壇されたのはどなただかっていうと、このお二人です。YouTube 共同創業者のチャド・ハーリーさんと、Apple 共同創業者のスティーブ・ウォズニャックさんですね。で、スティーブ・ウォズニャックさんの方は、スティーブ・ジョブズさんの方が多分皆さんご存知だと思うんですけども、共同創業者、お二人で会社を始められたのが、ウォズニャックさんが24歳から6歳までの2年間にかけて、Apple One を開発されているので、それがきっかけで、Apple 社っていうのを立ち上げているので、大体24から26歳あたりに Apple という、今ちょうどね、私もいつも動画撮らせてもらってる iPhone X を作った会社をですね、創業されてます。ウォズニャックさんに関してはですね、iPhone X に関してはですね、ちょっとなんか辛口で、このホーム画面がねなくなって初めてのね機種になるんですけども、そのボタンの扱い方がね、ホームボタンがなくなったことによってサイドバードのボタンの扱いでいろいろ操作ができるようになったんだけれど、その操作がいろいろできるようになってしまったことでかえって使いにくくなったよねみたいな、ちょっと結構ね辛口なコメントを残すようなこともされてるし、あと Facebook から離れましょうみたいな警告もされてましたよね。 Alexa とかっていうのは、システム的に人間の会話を常時こう拾って回収しててデータとして、それを要は広告主にね売ってますよみたいな話もウォズニャックさんがその Facebook に関して警告されていたことで、まあ、とにかくね、ウォズニャックさんに関してもそうですし、あとチャド・ハーリーさんっていうのはちょうど YouTube を Google に売却された時の話とかもですねされていて、もうその額が半端ないですね。で、後でちょっとまたお話しますけども、チャド・ハーリーさんと当時は3名で、YouTube っていう会社を始められて、最初はなんかおばあちゃんに動画をね見せたいと、自分の撮った動画を見せたいけれど、当時の技術ではそれがスムーズにできなくて何とかならないのかってところからですね、 YouTube っていう会社を作られているそうです。で、Google に売却された時は2名になったのかな、創業者が2名で、要はその売った時のお金をですね、山分けしたんですけども、それがもうシリコンバレーに稀に見るこうサクセスストーリーと言われてるぐらいものすごいことになったので、ちょっと後ですねお話しいたします。で、このお二人にですね、もう無料で会える、それも熊本から行きやすい福岡で会えるだったらもう絶対行くでしょっていう、もう速攻でしたね。Facebook、それはね、Facebook で別にお知り合いの方がですね、流してくださってて、その方に便乗してね、速攻申し込んだんですけど、いやもう本当に朝一の新幹線でね、飛んでいきました。もうそれはもうそうですよね。一番近くで見たいなと思ったので、もう誰よりも早く会場入りしました。で、ここが会場がちょうどオープン、ドアが開いてすぐの時なんですけど、まだね、ほとんど人が来ていなくて、これが確か平日だったのかな？だから余計にね、人が少なくて、で、面白いのが、そのシステム的に最初、チャド・ハーリーさんがいらっしゃった後に、ウォズニャックさんかな？いや、最初、なんか別のイベントがあったんだよな。別のイベントがあって、その後にチャド・ハーリーさんがいらっしゃって、その後にスティーブ・ウォズニャックさんがいらっしゃるっていう、なんか三段構えのイベントで、面白いのが、前半のイベントの後、もう一度会場を空にして、もう一回入れ直すってことをするって言ってたんですね。で、この情報も実はほとんど誰も知らなくて、私が朝一で会場入りした時に、まだスタッフの方も来られてない状況で、朝一でその、最初にね、その会場の電気をつけに来られた方に、なんか、早く来てるやつがいるね、みたいな感じでちょっと声かけてもらって、あ、すいません、みたいな、早く着いたんで、みたいな。そしたらなんかその日の一日の流れがあってね。で、そしたらこう、一回ちょっと会場をはけてもらうんです。で、途中からまたね、みんなにも入れ替わってもらいます。で、それは会場ね、ここだけじゃなくて、いろんな会場を使われてて、スティーブ・ウォズニャックさんとかチャド・ハーリーさんがいらっしゃるときには、他の会場からね、こちらの会場に合流する人たちもいるので、一度こう公平を期すために、一回ね、皆さん出てもらって、もう一回並び直してもらうみたいな。で、そんなの知らなかったら、絶対に、いい機会を逃してたと思うんで、私の場合も朝一でそういうふうな情報をね、聞いたので、前半のイベントが終わる前に、もうすでに一回外に出て、で、もう一回並び直すってことをね、やりました。で、今回のイベントの名前はこれで、グローバルイノベーターズインスタートアップシティ福岡ですね。で、最初になんか 4名ぐらいの登壇者がいらっしゃるイベントが別にあって、で、その方たちの話があった後に、チャド・ハーリーさん。で、その後、ウォズニャックさんという順番のイベントだったかな。で、はい。これはですね、第2部、入場待機列先頭とか言って、もうバッチリ一番前ですね。で、この時はもう私ぐらいしか情報知らないので、何この人、ね、途中で退出してんのとか、この人何やってんのって多分みんな思ったと思うんですよ。でも、だんだんこの第2部、入場待機列先頭って書いた、その文字の意味が皆さん分かってきて、で、もちろん、ほら、何も知らない方っていうのは、その最初のイベントが終わってから、初めて並ぶので、前の方には来れませんよね。私は、今回はちょっとね、もう朝一で行けたっていうのもあって、で、いろんな人に、ね、話を聞いて情報を確認して、もうちゃんとその日の一日の流れをね、把握して動こうって最初から戦略的に動いたので、こういう風にね、並び直すことができました。先頭でね。で、そうするとね、やっぱいいことあるんですね。何がいいことあったかっていうとですね、はい。
はい、この方がですね、あの YouTube の共同創業者であるチャド・ハーリーさんですね。で、何しに来たかっていうと、自分の待合室が分かんなくて、あのこちらにいらっしゃったと。だから偶然いらっしゃったんですね。はい、この時に撮れてると思いますが、こんな感じですね。あの要は偶然なんですよ。待合室がもし最初からねご存知であったら、こんなとこに来てないし、でなおかつ私は事前にね、あのチャド・ハーリーさんのお写真とかを見て、あこういう人が来られるんだなってもう把握してから来たので、はみたいな、並んでて先頭にね並んでて、もしかしてこの人本人じゃないみたいな。でもうスタッフの人とかね会話してたりとかさ、周りも人がいたんですけど、もうそんなの関係なくロープの下くぐって、すいませんってエクスキューズミーっつって、あのシャドウハリーさんですよねっつって話をかけて、すいませんよかったらちょっと写真を撮らせてもらってもいいですかってお願いをして、これであの奇跡的に撮れたという。で私の場合はね、あのちょっと写真の撮り損ないというか、撮った時に失敗するのが嫌なので、いつも動画で撮るようにしてるんですね。だからあのあまりね動画撮らないでくださいって言われる人以外は動画を撮ったりとかしているので、動きでね残すことができてるんですけど、それでね、あのチャド・ハーリーさんのそのサクセスストーリーがどれだけすごいかっていうと、実はその YouTube という会社は何度かですね打診があったんですね、あの Google から。要は売却してくれと、要はうちの会社にくれっていう話はいくつかあって、でその提案に対して最初にね、Google が YouTube に対して提示してきた金額が200億ですね。200億。で、当時 YouTube は3億円の融資を受けて作られた会社なんですね。3億円を引っ張ってくるだけでもすごいなと思うんですけど、その3億円の融資によって作られた YouTube という会社が、たった18ヶ月の間に、ね、Google にいくらで売れたか。1600億円ですよ。1600億。で、当時2人共同創業者の方いらっしゃったんで、2人で分けて800億円ずつと。なので、あの3億円の融資をね18ヶ月で1600億に化けさせ、1人800億を手にしたっていう、もう本当にシリコンバレーでも稀に見るサクセスストーリーだと言われてるゆえんがそこで、もう一生遊んで暮らせるぐらいもらってるんですけど、こういうね日本のそのそれこそ福岡という、ところまで来てもらえるようなことをね世界的にやってらっしゃる方です。で今はねまさに私が今この動画を撮って流してるのも YouTube なので、まあまあ YouTube Google 買ったのもすごい先見の明があるなと思うし、このねおばあちゃんに動画を送りたいっていうそのことがね、こんなに大きなサービスになってるんで、全世界を巻き込んだサービスになってるので、やっぱすごいなって、一人の人間のねアイデアの力ってのはすごいなと思いますよね。でちょっとさっきでちらっと見てるんですけど、この人が、ファビットの代表の方たちで、今回このスティーブ・ウォズニアックというアップルを作ったねもう一人の怪物と言われているウォズニアックさんはこの、もう目の前でね、もう一番前の列から直接撮らせてもらってるんですけど、撮影自体はね、あまり個人の撮影は、あのイベント中はしちゃダメって言われてたんで、もう最初のここだけ流してる、7秒ぐらいかな。もうここだけです。で、この時に、私が言ったのは、要するに Apple という会社を作ってくださってありがとうございますということを伝えたくて、この時に話したんですけども、もうこういうふうにね、もう話せるだけでもすごいじゃないですか。ありえないことですよね。だから今回はもう本当に嬉しくて、もう、なんでしょうね、写真だけじゃなくてね、こういうふうにもう何かを話そうと思って、何をって必死に考えながら過ごしてたので、まあ一言しか多分ね、喋れないしと思ったから、もうそこだけ伝えようと思って、こういうふうにお話しすることができました。で、この時は個人的に声をかけてお話ししたんですよ。で、この後に、要は今時間もあるから、じゃあ皆さんね、来てもらったので、みんなと写真を一人一人撮りましょうみたいなことがあっての、こういう感じだね。流れがありました。これは前の方のやつなんですけど、もうほら、動画で私は撮ってるので、前の方の時からちょっと撮れちゃってるんですけど、でこの時がですね、あでこの人がですね、でこの方がですね、これちょっと最後までは流せないんですけど、要はコインチェックを作った方ですね。皆さんご存知かもしれないですけど、コインチェックであの仮想通貨で大問題を起こした、メモをね、盗まれて、もう暴落を引き起こしたあのコインチェックという会社なんですけど、その会社を作られた方がこの方ですね。スタートアップに絡んでた方で、要は日本の代表の方を選ばれたのがこの方で、その人を誘って一緒にじゃあコインチェックという会社を立ち上げようっていう話をしたのがこの人ですね。代表の人って結構若かったですよね。28歳の。
そうですね、はい、彼を選んだのは、そうですね、彼と地球にいて、一緒に起業しようよっていう。で、私自身はですね、もうコインチェックによって、もうかなり仮想通貨で大損こいた人間なので、その時のことをちょっとだけね、お話ししましたけども、まあ結構日本語が堪能であられたので、まあ話しやすかったかなと思ったんですけど、この方はあまりその大きな損失をね、日本中に起こしてしまったっていうこともあったので、まああまりその動画の方はね、好まれてなかったから途中で切りましたけども、こんな感じでですね、このイベントが実は無料だったんですね。神ですよね。で、最後みんなで集合写真撮るんですけども、もちろん。私はちゃっかり、まあ、一番前の席だったしね、一番近くで撮らせていただいてます。で、チャド・ハーリーさんともそうですね、もう何もかチャド・ハーリーさんよりも前これはいかんすね必要ですね。まあそんな感じでちょっとね、このイベントはもう本当に朝一から行って情報収集して、誰よりもね近くで世界のトップの方とね触れ合える最高の一日になって、でこの時の経験でやっぱりね世界っていうものが近づいた感じにはなりましたよね。偉そうなことを言えば。でも、こういう体験でものすごく大事だと思うし、そんな機会ほとんどないので、そういう機会があったらもう確実にね、掴みに行く。で、その掴んだチャンスを誰よりも近くでね、堪能するっていうのは、いつも心がけていることなので、もし皆さんもね、自分の気になる人が来るという時には、もう少しね、お金がかかってでも、近くでね、見るようにしてもらえたらね、全然体感が違うので、X ジャパンのライブの時も私はわざわざ VIP 席で撮りましたけども、やっぱね、VIP 席と一般席の距離感の違いは全然違うし、距離感がね、結構前の方でライブの方も見れましたけども、この距離、物理的な距離は本当に空気の密度が違うので、これはね、一回体験してもらえるとわかると思います。本当にいい席、前の席、ね、近くの席っていうのを皆さん今後もね、セミナーにしてもライブにしても心がけて見られると、一回一回の体験がね、確実に次につながっていくと思うので、もしね、この私の体験が皆さんに何かのね、きっかけになればね、嬉しいなと思います。今回は世界の頂点、YouTube を作られたチャド・ハーリーさんと iPhone とかね、iPad、Mac とかを作られたね、Apple、スティーブ・ウォズニアックさんにお会いした時のことを、共有させていただきました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。